おいそこんにちは、メリです。今回は炭治郎を使って神秘の次元攻略していこうかなと思います。で、最初に言っておくと、水のアルバートは捨てていきます。で、妖精チャレンジとかを目指している方向けに、まあワンチャン用っていうところですね。全体用とはいかない。まあ水アルバットを対応するんだったら、合金武器が正直欲しいかな。それがあればなんとかなるんですけど、正直ね、水属性から闇に変えるまで持っていくのにすっごい時間かかるんで、あまりおすすめはしないですね。はい、ということで炭治郎でいきます。ハイビスカスは使いません。フレンドにハイビスカスを置いてるっていうところですね。自陣ハイビスカスなし編成です。炭治郎にはマコズミアシスト、ネズコにはグレオン。グレオンの代用としてはスキブとチーム HP 強化とか、まあでもチーム HP 強化1個でも、まあ、なくてもなんとかなるかな。スカマリの攻撃さえ受け切れればいいかなと思ってるので、まあここは泥鏡1個とかでもいいかなとか思ったりしますが、まあ HP 大いに越したことはないのと、覚醒無効が、まあ、10ターン以上回復できた方が高み結びの対策ができていいかなと思います。ただしそれはサラスバティがどっちで出なかった場合の話であって、サラスが出るとどうしてもネズコを打たされて溜まってないっていう状況で突っ込んじゃうので、高い結び10ターン回復できずに7ターン回復できて3ターン残り耐久みたいなことになるかなと思います。はい、まあ一応ね、 HP 全回復とかもあってかなりいいスキルなので、グレオン今回はつけてます。ナコルルは暗闇耐性枠と、あとアルバトリオンで、まあ2ターンねダメージ吸収無効できれば十分かなっていうところです。で、マグニートの上にはこれがディノバルドの武器ですね。これ2階層で打っていきます。で、花嫁のゴーザンゼミをシェリングフォード3階層で打つのと、あとはアウストラリスのダメージ吸収は遅延をかけて、3ターン待って突破っていうところでやっていきましょう。とりあえず初手はハイビスカスだけ変身しまして、ドロップをある程度ちょっと呼んでもらえればいいかなと思います。火はまあ消えないように、なんかその辺下の方に置いといて、で炭治郎が起き上がるので、炭治郎を変身してネズコを打って、でもう一回炭治郎を打って、で普通にワンパンで持っていけると思うので、全体攻撃と、まあ、火フックスセット決めていきましょう。操作時間があまり長くないので10秒ぐらいかな。ちょっとそこは慣れがいるかもしれないですね。そんなにゆったりはできないかも。さあ、これで突破していきます。 OK。 で、2階層に関してはマグニートの上のディノバルド武器が溜まってると思うので、これを打ってもらって、まあ1回目はガチパンチで、2回目3回目は残り1になるまで1コンボとかで耐えていきましょう。じゃあ最後炭治郎打って突破していきます。さあ、これで突破ですね。 OK。で、3階層はシェリングフォードが溜まっているので、シェリングフォード打っていきます。で、このダンジョンは、ちなみに僕の編成だと、毒耐性100にしてないんですけど、耐性ね、まあ、操作負荷はないとちょっと困るかなっていうぐらいですね。他はそんなに困んないかもしんない。まあ、あるに越したことはないんですけど。すごいな。これカンストするよ。これはカンストするよ。おい、みんなカンストしたでしょ。OK。で、ハイビスカス溜まるまで待ちまーす。で、変身します。で、また適当に待ちまして。じゃあ、ここで炭治郎って突破していきましょう。OK ですね。で、4階層は、まあ、何が切ってもっていうとこですけど、種属性は木か。とりあえず、ここはネズコを一発目打ちます。で、まあ、木なので、最初はワンパンで持っていけるかなと思います。じゃあ、これでハイビスカス、でまあ、どっちでもいいですけど、炭治郎でも、はい、とりあえず削って、でですね、こっからなんですけど、まあ3セットここはちなみにルーレットはまだ解除しちゃダメですね。結構ね、あんまり中途半端に削ると発狂食らうので、まあ4セットぐらい火を決めれば問題ないかなと思いますけど、 OK、 突破しました。3セットだと多分ね、ミリ残し発狂食らうんじゃないかな。で、ここで、ルーレットをね、解除していきましょう。真ん中のルーレットが回復になったタイミングで、マグニートを打ってもらって、で、まあ、ハイビスカスなり、炭治郎なりをもう一発打ってもらって、で、LG ロック解除ね、してから行きましょう。はい、とりあえずこれで半分削りまして、で、もう一回殴っていきます。よし、じゃあこれ突破ですね。OK。で、次6階層です。6階層は、あ、こっちは全然問題ないですね。ワンパンです。毒の目覚めも、お邪魔の目覚めも対策してるので、倒していきましょう。はい、とりあえずこれで倒していけるかな。OK。
これは当たり引いた。これか、あれよね。暗闇目覚めよね。暗闇目覚めはちょっとめんどくさいんでね、対応してないので。で、またルーレットなんですが、こいつはとりあえずワンパンでは持っていけないと思ってもらっていいので、まあ、炭治郎かハイビスカス打ってもらって、まずは半分削ります。半分いかないかな、これだと。うん、もう一発いきましょう。エンハースなしでいくか。で、半分いくと、コンボ吸収やってくるだけなので、はい。ハイビスカス打って、で、マグニート浮き上がってるんで、ルーレット返していきましょう。まあ、ここはマグニートのエンハースが強いので、持っていけるかなと思います。オッケー。それで、8階層ですね。8階層はカンナ。で、ここはもう普通にダメージ吸収。で、シェリングフォードがあと4なので、若干欲しいので、少しだけスキルダメしていきます。まあ、もうここで突破しますか。撃って、で、炭治郎でいきましょう。で、次、先制攻撃が来るんでね、ある程度回復は欲しい。OK。で、一旦ちょっと猶予があるので、まあ、これもあるからな。ワンパンじゃさすがに持っていかないとは思ってるんですよね。とりあえずハイビスカス打って殴っては見るんですけど、下手したら持っていける。別に持っていかなくてよかったんだけど、持っていけちゃうかな、これ。どうかな。あ、持ってっちゃったな。シリングフォードの出番がなくなりました。持ってっちゃった。お、当たりだ。この子は当たりですね。で、ちなみにこの子遅延が、効くので、シェリングフォードもこの辺で打ってってもいいかなって思いますね。ちょっと気が向いたら打ちますね。普通にここで打ちましょう。もう遅延が効かなくなりそうなので。でも目覚めの関係があるからね、あんまり、起きすぎてもしょうがないっていう。はい、じゃあこれで倒していきましょう。まあ、無効貫通3回決めればいいので、大丈夫ですね。OK。さて、11回。マッハ、リーダーチェンジ。まあ、特に何になっても大丈夫かなと思います。ナゴルル、火の2コンボで、んたらかんたらで、相性が非常にいいと思うので、突破していきましょう。多分、全力でパンチしても、半分止まりかな。あんまりでも本気で殴りすぎるとちょっと怖いので、気持ち、ちょっと抑え気味。抑えなくてよかったかもしんないけどね。まあ、落ち込んが怖いんでね。うん、なるほどね。じゃあ、ここでエンハンスを使わずに殴っていきます。よし、これ多分ね、ちょうどよくいくと思う。OK ですね。じゃあ、ここで炭治郎でも打って突破しましょうか。よし、じゃあ、これで突破で、ボス戦かな。めちゃくちゃ順調に来たわ。いい引きしたね。鏡結びも下げたし。で、ここは、とりあえず無効貫通組んでいけば、まあ、なんら問題はないので、まず削って、OK。いいね、盤面。変換勘弁してよ。OK、ナイス。これで半分いくかな。で、次で削り切れそうなので、こうルーレット返して、待ちます。まあ、2位ぐらいで一応保険で行こうかな。これで、じゃあ、炭治郎打って、もうここで突破していきましょうか。水来たら知らんですよ。普通に諦めますよ、水来たら。もう動画もここで打ち切りしますよ。水だけはね、もう本当に無理なんで。水は引かない。もうそれだけ。大前提。水引かない。多分闇だったらいけるし、木だったら普通に削れるので、もう3分の2で、3分の2で。OK、頑張りましょう。頑張りましょう。以上です。もう頑張りましょうしかない、これは。とりあえず、ナコルルと、ハイビスカス。で、全力パンチ、いきます。しま、こんなもんで。まあ、こんなに決める必要があったのかどうかわかんないけど、まあ、とりあえず全力でね、殴っていきましょう。OK、OK、OK。硬いなぁ。めちゃくちゃ硬いな。いつはこれでどうか。微妙。これで、
ナイスオチコン。で、これ打ちます。で、炭治郎持って、ちょっと泥鏡の数が少ないけど、さあこれで半分いって、でハイビスカス、いやーちょっと妥協したな、もうちょっと欲しかったな。いやー少ないな次の個数が。まあなんとか、うわギリギリたまらねえし、あれマグニート、ちょっとコンボ数が少ないな。次の盤面が良かったらいいんだけど、うわ際その辺にしておきながらたまった。うわちょっと際どいなこれ、際どいっすね。どうかな、ギリギリいけるかな、どうかな。さあどうだ、よいしょ、 OK 行きました。はい、ということで炭治郎でも闇いけます。水はちょっと時間的にも無理なので、ぜひ参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。